はい、どうもタンタンです。こちら、ティキティキのウクレレテナーサイズになりますが、ウクレレジプシーモンゴル800の、清作さんのモデルですね。ティキティキから出ましたシグネチャーモデル、こちらのモデルがその中の、HMT 清作というモデルになってました。ホンジュラスマホガニーを使ったモデルとなっております。でこちらの、まあ、一番の特徴はね、やっぱりこのヘッドのデカールですね。フラガールのデカール、こちら。それとこのモデルに関してはその本魔法を使ってる、まあもちろんそれもあるんですけれども、指板にこれはハカランダを使ってて、さらにはこうちょっとこう光をこう当てると分かると思うんですけども、指板にも塗装を施した仕様になってますね。このあたりがレギュラーの、モデル HMT なんかともちょっと違ってるところかなと思います。はからんだ指板に塗装してるっていうのは、どれだ、コンサートサイズ HMC のカスタムとか、あの辺と同じような仕様になってまして、よりヴィンテージらしいスペックを追求した形にこちらはなっております。じゃあそのマホガニーらしいですね。ちょっとこうマホなんですけれども、響きもこう非常に深みのある響きというかですね、意外とこうツヤっぽい部分もあったりして、非常にまあ鳴りも良いですし、こうテンション感も非常にしっかりと、もちろんテナーサイズということもあってあるので、12フレットジョイントなんですけれども、まあ、ソロ弾きなんかでももちろん、幅広く対応してくれる一本になってるかなと思います。はい、今回この HMT ホンジュラスマホガニーの方のモデルは全部で12本限定なので、まあもうほとんど残ってないんじゃないかなというような感じでございます。でこのモデルにはさらに、まあ、写真の方にもありますけれども、アロハブロッサムの生地を使わせてもらってる、専用のハードケース、こちらの方が付きますので、そのあたりも写真で確認していただければなと思います。はい、ということでこちらティキティキの、ウクレレディプシー清作さんの、シグネチャーモデルですね。はい、こちら HMT の清作、ホンジュラスマホガニーモデルとなっております。限定生産残りわずかかなと思います。ぜひお早めに、お問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。